疲れ様です。4月12日金曜日朝6時の相場解説です。昨日はすごいことが起きましたね。材料がドーンと跳ね上がって、それまでの均衡を崩して、今、ここに新しいマーケットを作っています。なんと153円を優に超える水域ですよ。153円の208。場合によってはね、30まで行きましたからね。で、やっぱりここまで値段が進むと、これ、介入が迫ってきてるんじゃないかなと思います。まあ、ですので、ポジションは、なかなか持てないですよね。で、実は昨日ね、介入が昨日あったら、こういった流れが起きることを予測して、トリガー仕掛けていたんですけども、発動しなかったってことなんで、それをね、もうちょっと上の方にずらした方がいいかなと思ってるんですよ。しかし、この介入に合わせてトリガーを作るっていうのは、まあ、テクニカルでも何でもないんでね、再現性もないですし、ギャンブルみたいなもんです。まあ、ですので、ここでは、ここまでにしておきます。じゃあ4時間の方向かっていきます。まあ4時間も似たようなもんでね。同じような価格帯にいたこのね、ドル円のチャートが今一気に首をもたげてここまで来てるわけですよ。で、このまんま上昇トレンドに乗って上の方に行くことも考えられますし、介入が起きてね、ドカンと下がることも考えられるかなってところで、まあ、市場は混乱をね見せていますんで、これ経験にポジションを持つことはできないかなと思います。特にテクニカルで測れない場面になってますからね。だから金曜日なんですけども、やっぱり見るのがいいと思います。今日は月火水ってのは利益をね多少取れたと思うんで、それでもうお腹いっぱいになっておきましょう。で、これが1時間軸ですけども、まあ見ようによってはこれ上昇トレンドそのものなんですよ。しかし価格を見ると介入がいつ入ってもおかしくないっていうところなんで、例えばね、金曜日の市場が終わった後にボーンと入ったりとか、24時ギリギリに入ったりとかっていうのもうっすらと記憶の隅っこにあるんですよね。まあそういうふうに私たちが気を抜いた時に介入っていうのがあるんじゃないかなと思いますけども、分かりません。はい、ということで今日も見学でいきましょう。それではね、次回の放送までお待ちください。